っぱり逗子の子どもですから、まず地元のね、郷土のことをよく知るというのが大切ですね。まあいろんな文化もね、歴史もありますけども、まあ今日の場合は特に自然系ですよね。それを楽しんでもらいながら知ってもらうということが大事かな。でこれ将来、もしかして子どもたちが、大きくなった成長した時にね、この地を離れるかも分かんない。離れてもいつかは思い出して、いや自分が生まれたところあんな素晴らしかったな、いつかまた戻りたいな、そこで生活したいなっていう子がね、増えてくれば嬉しいし、やっぱり自分の地域を誇りに感じて、これからね、自信持って生活してほしいなという思いで、活動しています。私自身、伊豆市についてなんかあまりよく知らなかったりとか、伊豆市の良さについてその知らない部分がまだたくさんあったので知りたいなって思ったのと、その自分が感じたこととかを子どもたちに少しでも伝えられたらいいなという思いでサポーターをやっています。伊豆市にしか、伊豆市でしか体験できないようなことだったり、その自然に触れ合って他の地域では経験できないようなことをたくさんして、なんか伸び伸びとした心の広い子たちに育ってほしいなって思っております。緑がつやつや、綺麗だな。さあ、僕はどこにいるでしょうか。なんだあれ、なんだあれ、なんだあれ、なんだあれ。あー、見つかっちゃった。たくさんある伊豆市の魅力をみんなも探してみてね。